通勤地獄の始まる時。押し合い、へし合い。地方から来た人はオフリミット。花のお江戸にゃおったまげた。あと30分。どれ見物しよう。このホームだけで整理員は57名。戦場のような中で大いにハッスルしている。あれあれ、開けてください、開けて。こちらが住めばまたあちら。信号所では一瞬も目を離せない。1分も遅れたら大変なことになる。まあ本数が今の半分にもなればですね、事故もないと思うんですよ。世界でもたまげるような運転して空技だとか何だとか言われてる事態に、あれが一つひっくり返ったらもう100人200人なんてのはすぐですよね。だからああいう事故は、まあ、これからも起こりうる状態にあるってことははっきり言い切りますね。朝の30分、東京中のプラットフォームが人で渦巻く。今日もまた人の命を詰め込んで、すし詰め電車が軽業運転を続けている。